こんにちは、こんばんは、わたねです。今回からこんな感じで撮ると思います。まあ、ここにちょっと穴開けてるんで、まあ、別にこっちから見えますけど、まあ、変な感想はいらないと思います。ではね、まあ、今回買ってきたものはこちらです。わかりますかね、これ。We love cinema。We love cinema。あ、ちょっとカメラ反対になっちゃってると思います。まあね、博多の TJOY っていう映画館、博多駅の TJOY っていう映画館から買ってきましたんで、はい、まあね、何を買ってきたかというと、はい、まあこちらも反対になってると思うね、アイドルマスターの、一般の券ですね、前売り券を買ってきました。まあ本当はね、紹介限定版が欲しかったんですけど、ね、まあネット購入しかできないということで。っていうか、ぶっちゃけ言うと、間違っちゃったんですよね。初回限定版と通常版を。で、僕通常版買っちゃったんで。うん、まあいいかな。見せていこう。こちらがそのチケットですね。いやー、このデザイン好きです。結構。じゃあ、開けていきましょうか。開けていくって言っても、まあ、こちらですね。本日は、前売り券をご購入いただき誠にありがとうございます。まあ、これはね、全国で使えますね。はい。うん、まあ、こういう紙が入ってですね。そして、前売り券。こんな感じですね。はい。いや、デザインですね。デザインっていうか、まあ、A1 ピクチャーズ。作ってるのかな。ザ・アイドルマスター、輝きの向こうへ、側へ。まあ、1500円。普通に見たら1000円で見れるんですけど、まあね、ちょっと、前売り券は1500円しました。自分は1000円で見れるんですけど、前売り券買いました。はい。で、特典としてはこちらが付いてきましたね。ファイル。はい。こちら数量限定なんですね。まあね。欲しい方は、まだあるかもしれないので、ぜひお買い求めください。まあ、後ろはこんな感じですね。ナムコプロカレンダーみたいな。はい。ザ・アイドルマスター。ムービー。まあね、こちらね。はるかの誕生日とかに印つけてあります。まあ、ロードショーの日にもちゃんとつけてありますね。ここかな。ここ。ちゃんと、全員の誕生日と、ロードショーの日にちゃんとチェックがついてますね。こんな感じで。はいはい。こちら見やすいですね。まあ、ちょっといろいろあるんですけど。まあ、今回はね。では、失敗したんで、こちら、また初回限定版のチケットが出るようなら、そちらを買って、こちら友達に寄りたいと思いますね。あ、しくじったわ。すいません。まあ、そういう感じですね。まあまあ、今回は、こんな感じです。まあ、ぜひ、気が向いたら、見たいという方、買ってください。では、さよなら。